こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です今日は3月8日に Facebook でシェアした結婚式場では過去2番目の大型倒産、ねえー、なぜこの記事をシェアしたのか、まあ、それについて解説します、まあ、この結婚式場ね、えー、最近厳しいのかなと思ってよくよく読んだら2016年8月つまり去年の8月にはね えー、売上も65億1600万円、これ、増えてて、売上伸びてて絶好調というような感じでね、えー、テレビなんかにも取り上げられてたというところです。ところが、えー、急拡大のおかげで、資金繰りが詰まって、あえなくアウトと、ね、でこれね、もともと経営に行き詰まってた、えー、結婚式場を買って、それで始めてますからね。 えー、ケーセンスとも、まあ、ある方だだったんだろうとは思いますで実は、まあ、会社倒産でね、えーまあ、先細りとか売れなくて倒産というのもそれは、まあ、一般的なイメージ通りあるんですけどそれ以外に結構多いのがねこの拡大期に資金繰りが詰まって倒産あるいは、ね、拡大期に幹部社員がごっそり辞めて、えー、日中も幸も行かなくなって、えー、廃業というようなね ことは結構ありますそんなわけで特に今度ねオーストラリアアマゾンなんか始まった場合には相当売れますで相当売れるからね薄利多売なんかで行く人にとっては面白いように売り上げが増えちゃうとでその時ね資金繰りをカツカツでやってるとあっさり倒産することがありますそれというのもねアマゾンの場合売上の急順値 えー、差し押さえというか凍結というかねその恐ろしい、えー、ペナルティというか、まあ、ちょっと調べてるだけだからぐらいの感じでね、えー、売り上げを、えー、預からせてもらうということがあります、まあ、この時ねカードで仕入れてで入ってきた売り上げでカードを決済すると、ね、そういう綱渡りをしてるとあっという間にこけますんでまあ 現金の範囲ね、えー、売り上げは、まあ、2週間ごとに入ってくるんですけど、仮にそれがね、えー、2週間後じゃなくて90日後でも、全く無理のないような、まあ、資金繰りでやる、ね、無理な仕入れをしない、あるいは、まあ、それじゃ面白くないとね、ねせっかく売れるならガンガン売りたいという場合は、借り入れをして90日間売り上げが入ってこなくても大丈夫なようにして、えー、資金に余裕を持たせる。そして何よりね、毎月、 入ってくるお金と出てくるお金をきちんと管理してね、どれぐらいのお金のプラスになっているのか、あるいはどれぐらいのお金のマイナスになっているのか、それをきちんと把握することが大切です。例えばね、ガンガン売れて、どんどん売り上げが伸ばしていくときはですね、はっきり言ってお金は全然入ってこないです。入ってくる以上に仕入れを使います。そうなるとね、 ちょっと売り上げを抑えられたとか、あるいは、ね、メインで仕入れた商品が、ね、税関で止まっちゃったとか、Amazon で販売できなくなっちゃったとか、まあ、よくあるつまんないことで一発でこけちゃいますので、まあ、そんなことのないように、資金繰り等でいろいろ説明してもらえばアドバイスはできますけど、通常ね、そんなことは相談なしで、で相談があると想定されるケースっていうのはね、サスペンド食らっちゃいました、どうしましょう。 ね、来月のカードの支払いできませんと、ねあの、サスペンドを解かないとカードの支払いできませんというような相談になることが想定されるんで、まあ、正直そうなってからだと、ね、あんまりうつってなくて、えー、サスペンドを、ね、解除できる、できないっていうのは、ねえー、多少はそのやり方もありますけど、それよりはアマゾンの担当次第、アマゾンの出品者の需要とか供給の関係次第というところがありますので、サスペンドを、ね、早く解除する方に頑張るのではなくて、 サスペンドンだったところで痛くも痒くもないように準備をしておくというのが大切です。えー、企業はね、えー、この拡大中に突然死っていうのは本当多いんでですね、まあ、向いてなくてね、先細いで廃業っていうのはある意味しょうがないような気するんですけど、えー、さ拡大してる時にね、資金繰りが詰まったとか、えー、幹部社員が辞めちゃったとかいうのでね、倒れるのは本当にもったいないんで、まあ、そんなことのないように。 えー、資金は十分余裕を持って取り組んでください、まあ、その辺のことはですね、また、えー、仕入れを増やすときに、えー、資金のことなんですけど、あるいはね、借り入れしたいんですけど、というようなことでご相談いただければと思います。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。